21番、塩田仁です。23番、金沢俊です。よろしくお願いします。あ、お願いします。いや司会進行シンク言ったやつね。キャンプも、3日目ですかね。どうですか今のコンディションは。でおいもうそれダメじゃない今のもうだってこれ去年と一緒やん。もうシンクこれ継続今なきゆうたもこれやったの、ね、去年2回僕がようちゃんにやったやつでしょ。でそれパクってゆうたがやったんよ。で多分カメラの前の人もみんな見てるわけよこれ。シンクまあ継続は力ないということで、はい、今年のコンディションはコンディションですか。コンディションはあのバカじゃあそこ鼻突っ込むぐらいこういあそれそこできねえか。ちょっともう一回もう一回。今のコンディションは。あほか何させる35歳。あ前34だった。そうです34歳。ね、まあ、チームね。もうちょっと近い近い近い。ちょっと結構グダグダな。まあ僕たち2人とも。ベテランですけども、はい、今年の若手はどうですか。若手はい、ちょっと本当食いな、なんで2回やれねえ。今年の若手はどうですか。中途半端、やりづらい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 、本当に。そうです、ね、まあ、でもまあ結構さ、はい、こうやって今年長くいるからさ、そうですね、あの沖縄キャンプからまあ、指導者、そうですね、 B 級の時から、うんうん、ライセンスから一緒にいるから結構かれこれ翔さんとはもう今年ね1ヶ月いますね、うん、一緒にね、うん、そんぐらいねずっといるから結構息もぴったり合ってきてね。そうですね、うん、まあ、中途半端なタイミングが違う。やり方が中途半端。いやこの辺はやっぱ翼とかにね、うん、ちょっとお手本にして学ばないといけないなと。でもまあシン君ちょっと俺と1ヶ月いることによってこう結構硬い金沢シンがちょっとこう砕けつつあるからね。なりますね、うん、なってるね。ちょっと今年のシン君は違うんじゃねえかって結構ねみんな言われてるからね。マジっすか、うん、ちょっとシン君に注目してもらったらあの嬉しいなと思いますし、あの意外とシン君あの同じ部屋であの発見したのは結構グミとかお菓子好きだからあの皆さんじゃんじゃんあの、そうですね、お菓子あのグミあげてください。実際甘いものが大好きね。あの新しい金沢シーンを俺は結構発見できたんでこの1ヶ月。僕もね塩さんと同じ部屋で塩さん夜トレーニング行くぞって言ってね、自転車漕ぎに行ったりとか、ランニングマシーンね乗ったりして、なんかこの宮崎キャンプでもなんかもうランニングしたっていうことで、すげえすげえ、小忘れや小忘れやね、小忘れ半端ない、小忘れ半端ないっていう、小忘れ半端ねえんだよ、本当に最近ね、まあ、プロのね、はい、鏡としてあのね、あれはこれからもね、若手で引っ張って、はい、ちょっと出てる2人でね頑張っていければいいなと思います。じゃあねー。